さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドルシーリンチというポッドキャストでは、アメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。はいはい、それでは、話していこうと思うんですけれども、何かいつもと様子が違うっていうのをお気づきだと思うんですけれども、今しげさんが相方といいますか、メインパーソナリティでやっているしげさんが、今日本に、帰っています。で、まあ日本から遠隔で参加してもらうことも全然できたんですけど、まあ日本にいる間はちょっとまあ日本を楽しんでもらってといいますか、まあちょっとまあね、こっちのことは一旦忘れて、楽しんでもらえればなっていうことなので、この冬休み中、あと多分、もう3回4回ぐらいあるんですけれども、しげさん抜きといいますか、しげさんなしで、ちょっといろいろやっていきたいと思います。で、まあ、今後はもうちょっとゲストを呼んだりとかいろいろ考えてるんですけれども、今回、投稿がもう12月の31日の夜に投稿してますので、まあ、じゃあ誰が聞いてんだって話になるんですけどまあ今回は私一人で、まあじゃあまあ私吉井康介っていうんですけれども、じゃあ吉井康介っていう人は一体どんな人なのかっていうのをもう一回ちょっと改めて、まあ過去現在未来みたいな感じでいろいろちょっとこう分けながら話していきたいと思います。で、まあ2020年の振り返りっていうのと、あとまあ2021年でのまあ目標などをちょっといろいろ話していこうかなっていうふうに思います。はい、ではまず私吉井康介っていうのが一体どういう人なのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。はい、YouTube の方で、まあ、私の自己紹介といいますか、どんな人かっていうのは本当は軽くやってまして、今のじゃ大学を選んだ理由であったりとか、そんなことは本当軽く多分喋ってると思うんですけれども、じゃあ、まずそもそも留学するっていうふうに決めた経緯であったりとか、その前、じゃあ高校生はどんな生活をしていたのかとか、そんなようなことをちょっと、だらだらと喋っていけたらなっていうふうに思います。はい。ですね、私は、まず北海道の、千歳市という新千歳空港がある町ですねの、まあ、小さな町、そんな大きくないですね、田舎ですねの町で生まれて、18歳になるまでまずそこでずっと、生活してました。で、まあ、小学校中学校は地元の、ところに行き、高校はまあちょっと離れた北広島っていう島じゃないや北広島市っていうところがあるんですけれども、そこの高校に通っていました。で、まあ言ったら普通の学生というか子供だと思いますね。むちゃくちゃその性格としてはむちゃくちゃ頑固で、親もよく言ってたんですけど、ほんとてこでも曲がらないよねっていうのをよく褒めてんのか、もうちょっとバカにしてんのか分かんないですけど、そのてこでも曲がんないよねっていう風なことを言ってて、まあむちゃくちゃ頑固ではあったんですけど、でも別にそのなんていうんですかね、本当に、小学校の頃はみんなとなんか外で鬼ごっこしたりとか、あと家の中でなんか友達んち集まってゲームしたりとか、至って普通の、子供だったと思いますね、多分。で、まあそのちっちゃい時からその、まあ、ちょっと機械が好きだったりとかっていうのもあって、なんか、家に早く Wi-Fi が来たりとか、なんかそういうのでちょっと友達からなんかその機械関係とかゲーム関係で分かんないことがあったら、あの俺に頼まれてとかっていうのはよくありましたけど、それがまあまあ至って普通の、まあ子供というか学生でした。で、まあ中学に入って私は、ソフトテニス部に入りました。で、このソフトテニス部に入った経緯なんですけれども、別に私何でもよかったと言いますか、別にそのなんかいわゆるその体育会系の運動部に別に入る気はもともと別にそんななくて、本当に言ったら何でもよかったんですし、あと、私の兄がもともとその中学に行ってて、学年はかぶってはないか、ギリギリかぶってないんですね、私が1年の時にも高1でしたのでかぶってないんですけれども、そのうちの兄が、その中学の英語部という部活、またこれもちょっと変わってるんですけど英語部っていう部活がありまして、そこでまあ部長をやっていたっていうこともありまして、まあ英語部に入るか
まあはい、帰宅部にするのか、もしくは何かしらその、部活動紹介みたいなところで気になったのがあればそこに入るのかなとか思ってたんですけど、小学校の頃にむちゃくちゃ仲良かった友達が5、6人いたんですね。でそいつらのもうほとんどが、ほとんどと言いますかその中の2人がもう小学校の時点で、ソフトテニスの、クラブっていうんですかね、なんかその少年団みたいなところに入ってまして、でまあその2人がともむちゃくちゃ仲良くて、でその周りの人たちも、まあソフトに入るみたいな感じの流れでしたので、じゃあまあ俺もじゃあその流れで入るかみたいな感じで、ソフトテニス部に入りました。でまあそこのソフトテニス部結構まあ中学校でそのソフトテニスを教えれる人がほとんどいなかったっていうのもあって、もう、ソフトテニス部入ったらもうその流れで、自動的にその少年団、まあクラブみたいなところに絶対入らなきゃいけないみたいな、部活だったんですけど、でそこに入ってで、もうだから中学校の間もうほんとずっと部活をしてたっていうようなイメージですね。イメージというかもうずっと部活をしてましたね。でそれ以外といいますか、一応途中から最初からではないんですけど、多分中学2年ぐらいかなぐらいから、まあ、ちょっとその進路のこと、高校のことも考えなきゃいけないよっていうのでっていうのと、あとちょっとその時にあまりその成績が良くなかった、むちゃくちゃ悪かったわけではないんですけど、ちょっとあまり良くなかったっていうのも重なって、でまあ、塾に通い始めて、だからもう中学の思い出はもう本当に部活ぐらいですかね。まあ、友達ともまあむちゃくちゃ遊びはしましたけど、基本的にはやっぱ部活のあれ思い出が強いですね。で、まあ、中学の時は、まあ、まあ中学、まあ小学校中小中高全部そうなんですけど、基本的にそのなんか学級委員長みたいな、代議委員長、代議委員みたいなのかとかやってたりとかして、まあそうですね、それやってて、まあ一番その記憶に残ってるのは小中高毎回そうなんですけど、あれですね、修学旅行の時に毎回怒られるっていうのはもうむちゃくちゃ記憶に残ってるって、その毎回なんか代議員長、代議員だったりその班長とかそんなんやらされて、だから別に自分が何もしなくてもその班の人がなんかすればまあ自動的に私が怒られるっていうので、小中高もう 100% 怒られてましたね。はい。とか、まあ普通にだからそうですね、なんか学校生活はまあ特に何も問題なくと言いますか、もうみんなとバカしながら部活やって生活してました。で高校はその千歳市っていうところ、市内にある高校ではなくて、その北広島市っていう北広島市内にある、高校に行ったんですけれども、まあはまあ簡単に言いますと、私中学の時は、まあ学年のその例えば期末だったり中間テストをやったりしますと、学年の順位で言いますと大体上から20番ぐらいだったんですよ。20番25番とか、大体そこら辺で、そのなんていうんですかね、別にそんなむちゃくちゃ頭いいってわけではないんですけど、まあ別にそのそこそこ点は取れるしみたいな感じだったんですけど、まあ高校行って、でその高校がまあ一応自称なんですけど、もうみんなそれ言ってるんですけど、一応その自称進学校って呼ばれるようなところで、まあまあ勉強が一応メインだよみたいな感じの、まあ文武両道っていうのをすごく抱えてるところではあるんですけど、そのまあ勉強がメインと言いますか、で入って、まあテスト受けて、まあ低いわけですよ点数が。はい。でまあやっぱ周りの人たち頭いいなっていう風になるんですけど、で高校で、ソフトテニス、じゃあ私まずその部活のところでソフトテニス続けたのかっていうところなんですけど、続けなかったんですよね。もう中学の時でもういいやと、そんなんか別にずっと続けるほどでもないなって思って、で中学卒業してすぐかな、なんか友達とバドミントンを遊びでやろうぜみたいな話になって、それをやったら意外と楽しくてっていう、本当それだけで高校はバドミントン部を選んで入ってっていうような感じで、で高校はマジで本当に全く勉強せず、部活とで学校行事をアホみたいに楽しんで、なんか本当にマジで勉強してなくてですね、
で別に部活をじゃあ本気でやったからといって、じゃあ部活で成績出たのかっていうと別にそんなことでもなく、もう本当になんか自分のやりたいことをなんか好きなようにやって高校は生活をしていた感じで、で、まあ、この今後のこの留学の方につながってきたりするんですけど、マジで、勉強してなかったんですよ。でその例えば、留学してるから頭いいんでしょとか、アメリカの大学行ってすごいねって、なんか勉強できていいねとかって結構言われたりするんですけど、マジではっきり言って高校の時は本当に期末とか受けると、学年順位下から数えた方が早いんですよ。320人ぐらい学年いて、290位とか280位とかも平気で取るんですよ。マジで本当に勉強してなかったんで。で英語に関しても、ちっちゃい時から英語の習い事いつも本当に、幼稚園ぐらいから通い始めてたんで、英会話教室みたいなところを通い始めてたんで、まあ、英語が別にむちゃくちゃ得意っていうわけではないんですけど、別にその嫌いではなかったんですよ。でもまあその英語別に勉強してないんで、してなかったんで高校行ってから、単語もわからにゃわからにゃそのじゃあ現在完了形がどうのとかっていうのも全くわからずに、だから普通に赤点というかその追試受けたりとかも全然してたぐらい、本当マジで勉強してなかったんですよ高校の時で。ただその時の将来の夢が医者になるっていうのが本当にずっとあったんですよマジで今考えたら頭おかしいなと思うんですけど、自分のその人生の中でと言いますか、もうちっちゃい時、本当にちっちゃい時の記憶はあんまりないんですけど、自分のその物心ついてからのその将来の夢っていうのが一応大きく分けて2つあったんですよ。1つ目が、大工さん、大工になりたいっていうのをすごいちっちゃい時から言ってて、それが多分小学校4年か5年生ぐらいまで多分ずっとそれを言ってたんですよ。大工さんになりたい、大工さんになりたいって。でも今思ったらなんでなりたいんだろうなとか思うんですけど、多分その何ですかね、その物作ったりするの今もでも全然好きなんで、だからその多分ゼロな状態からなんか物を作るっていうところに憧れたっていうのもありますし、多分そのなんか例えばレゴでなんか作るとかっていう、そういうなちっちゃいレベルではなく、もう本当になんかでっかいその家を建てるっていうところに多分憧れたんですかね。でまあその、大工さんになりたい、大工さんになりたいってずっと言ってたんですけど、小学校あれ多分5年か6年生の時かな、多分ドラマ一つ、医療ドラマがあるんですけど、それに出会いまして、もうそれが衝撃的すぎて、それがあの医療というドラマで、多分知ってる人は知ってると思うんですけど、医療というドラマで、主人公のあの俳優の名前が出てこないな、浅田龍太郎役の人なんですけどとか、荒瀬、があれですね、荒瀬って言っても分かんない、あの阿部サダヲですね、阿部サダヲとかが出てるんですけども、その阿部サダヲが演じている荒瀬っていう、麻酔科医がいたんですけども、その人がもうバカかっこよくて、まあそのキャラクターで言いますと、もうなんか普段チャラチャラしてて別に全く仕事してなくてもずっとゲームとかしてたりするんだけど、いざその患者が運ばれてきたら、そのむちゃくちゃ必死になって助けると。でしかもそいつはもうむちゃくちゃ天才でみたいなようなキャラクターなんですけど、そいつにむちゃくちゃなんかかっこいいなーっていうので憧れて、医者になりたい、でしかもその医者の中でも麻酔科医になりたいっていうのをずっと思ってて、それが本当にいつだ、高校の2年の真ん中、3年なるぐらいまでですかね、多分修学旅行が2年の11月にあったんで、その前ぐらいまでは、10月9月ぐらいまでマジで真剣に思ってて、ただまあ今考えるとというか、その当時は全然思ってなかったんですけど、今考えればそれ無理っすよね。学年順位で、下から数えて290番とか、あの英語で全然追試とか取るような人間が、あの医者になりたいって言ってるんですよ。で、そりゃ周りもバカにしますよね。その、学校のその学年で、進路指導会みたいなのがあったりした時に、その半月といいますか、その、分けられるんですよね。例えば、難関校を目指す人たちはこっちとか、文系を目指す人たちはこっちで、文系の中でもレベル分けされたりみたいなのがあったりするんですけど、その医療医科、医学部は、難関大学プラス医学部を目指す人たちはこっちみたいなところで分けられたんですよ。で自分もちろんそれ医者になりたいんで、医学部興味あるっていうので医学部の場所に行くんですけど、そりゃ周りの人たちはもう知ってその頭いい人たちばっかですもんね。もう全員知ってますけども、頭いい人たちばっかで。で、なんでお前ここにいんのみたいな目で見られて、いや、別にその一緒に興味あるから、みたいな感じで、いや、なれるわけねえじゃん、みたいな感じで、むちゃくちゃバカにはされましたけど。いや、でもなんかその時はマジで、根拠はないんですけど、いや、見とけよと。
そのやりゃ勉強できるし絶対やってやるよっていうなんか分かんない変な自信があったんですよね。でいやマジで頭おかしいですよ、ね、もう分かってますよ、その頭ネジ外れてるってのは分かってるんですけど、それずっと思ってて、でいつなんですかね、あ無理だっていう諦めでその進路を変えたっていうよりかは、多分なんかその違う進路もないのかなみたいな感じで考えた時に、小さい時から、映画が好きだっていう、そのもっと細かく言うと映像が好きだっていうところになって、でこの映像が好きっていうのも例えばそのちっちゃい時にドラえもんの映画たくさん見てたとか、なんか、クレヨンしんちゃんの映画見てたとかっていうような感じももちろんあったんですけど、本当なんかなんで今思ったらそんなことしてたんだろうと思うんですけど、夜例えばちっちゃい頃とかあった夜7時8時とかに寝て朝もう6時前に起きたりとかするじゃないですか、5時半とか6時とかそんぐらいに起きたら毎朝その時テレビショッピングっていうんだよな、テレビショッピングをずっとやってたんですよ毎朝同じ時間に。で誰がやってたとか覚えてないんですけど、もう言ったら毎日同じことやるじゃないですか。でたまにその新しい商品が入ったりとかするとそんなことを紹介したりとかしますけども、基本的に毎日同じものやってる、紹介してるじゃないですか、この掃除機はなんか吸引力がどうねどうのとか、このアイロンはなんか水を入れてその台がなくてもとかなんかそんなようなことをやってて、別に子供が見たって興味ないんですよ。そんな見るぐらいだったらなんか仮面ライダーだったりアンパンマンがどうのとかそんなの見てた方が多分全然いいと思うんですけど、なぜかわかんないんですけど朝その5時半とか6時に起きてテレビつけて、そのテレビショッピングを毎日見るっていうのがなんか日課だったんですよね。もう本当に今考えてもマジで頭おかしいよなとか思うんですけど、何なんですかね、その多分本当多分だから映像が面白かったのか何なのか分かんないんですけど、そうむちゃくちゃ見てたりとかして、まあ、ちっちゃい時他にもちっちゃい時からその、ドラえもんの映画ずっと見てたりとか、その映画だったり映像が好きっていうのもあって、あそういえばそうだ自分そういうの好きだなって、でもう高校の時修学旅行か、なんで高校2年の11月にあれを買ってたんですよ。一眼レフを買ったんですよ。それ2015年ですね。に一眼レフカメラを買ってて、その前も、コンパクトデジカメを持ってたりとかして、写真撮るのすごい好きだったりとかして、で、その時にカメラ買って、写真も始めて、やっぱ自分は結構そういうの好きだし、その医学部じゃなくてもいいなみたいな感じで思ってたんですけど、多分半分その諦めもあったとは思うんですけど、その時の感覚で言うと、別にその医学部じゃない道もあるなあ、こんな道もあるな、あ自分そうだ映像とかめっちゃ好きだからじゃあそっちに行こうかなみたいな感じでシフトチェンジしてったっていうような感じだったと思いますね。でその時にじゃあ映像系映画を作りたい、もう自分のその大きな目標今もそうなんですけど、映画を撮りたい映画を作りたいっていうのが、やっぱ目標ですので、じゃあその映画を作る、そして映画を作る仕事に就くにはじゃあどういった学部の大学に行ってどういったところを卒業すればなるんだろうっていうところを調べて、じゃあその映像学部とかそういうのがあるのを調べたんですけど、なんかパッとするのがもう全然日本になくてですね、まあ大きいところはもう3つぐらいパンパンポンって出てきて、それをもうじゃあとりあえず第一志望第二志望第三志望にしようっていう風にして、でそれ以外もいろいろ調べたんですけど、その自分の何て言うんですか条件に合って、でその映像系が勉強できるっていうところがもう本当に全然なくて、その時に多分調べ方とかの問題もあったりしますし、多分今調べたらもっとあると思うんですけど、まあ、自分のそのいくつかのその条件、まあ、例えば専門は嫌だとか、美大は嫌だみたいな、その一応総合大学いろんな学部があるところの一つの映像学部のところに行きたいとか、なんかいろいろそういう条件があって、調べてったらもうほんと3つ、その時で例えばその時は立教大学、立命館大学、あと日大だっけな確か、その3つがなんか映像系を扱っててみたいな感じで、じゃあとりあえずそこを3つを、志望校にして、じゃあ普通に大学受験しようかっていろいろ考えてたんですけど、この3つも別に、その調べていってで、あったからとりあえず、その志望校にしようっていう風に決めただけであって、別になんかむちゃくちゃ惹かれるものがあってそこを選んだっていうわけではなかったんですよ。でなんか別になんかちょっとその学力的にいけるいけないを別にして、なんか
こういまいちこう自分の心をつかむというか、このグッとくるものがないなっていうふうに思いまして、でたまたまなんかもう半分おふざけですよ、半分おふざけ、まあ半分本気ぐらいの勢いで、そういえば、映画って言ったらハリウッドだなと。でハリウッドはアメリカにあると。でじゃあアメリカの、大学、この映像は絶対日本より強いなと。じゃあちょっとアメリカの大学調べてみるかっていうぐらいのノリで、調べてみたんですよ。まあ半分半分以上だな、多分6、7割8割ぐらいもおふざけで調べてみて、で残りの1、2割はなんかアメリカの大学行ったら俺かっこいいなみたいなぐらいの感覚で本当調べたんですよ。でそれ調べてた時に、ちょうどリビングでそれを調べて、で、まあ大学名がヒットしたら、まあじゃあちょっとノートに書いて、あこここんなんなんだこんなんなんだっていろいろ調べてるっていうのをリビングでやってて、たまたまその時にうちの母親が、なんかドラマ、大河ドラマかなんか見てたんですよね、多分見ようと思ってリビングに来て、テレビつけていろいろ見ようかなって思ってた時に、ちょうどその自分が調べてるのをたまたまちらっと見て、そしたらもう今でも忘れないんですけど、今でも忘れないですし、その一言というかそれがあったからこう今ここにいるっていうのもあるんですけど、うちの母親が何アメリカの大学興味あんのっていいじゃん行きなよみたいなぐらいのノリだったんですよ。でしかも なんだったらその後にいいじゃんって行きなよって、それだったら私アメリカ行く予定できるじゃんっていうぐらいの親なんですよ、うちの母親で。これはもう本当に自分からしたら思ってもいないというか、もう高校それはもう部活するだけして、遊ぶって言ってもなんかその悪さするっていうことじゃないですよ。そのなんかもう学校でその行事があったら真剣にふざけて友達となんかバカして部活やって、でほんと全く勉強せずに下から数えた方が早いような順位の人間が、アメリカの大学をちょっと調べてたら、親がそれは普通に考えたら、何調べてんのみたいな、そんなもう日本の大学、アメリカなんか大学なんか行けるわけないじゃんって、もうさっさと日本の大学絞って勉強しないよっていうのが、まあ普通の親っていう言い方もちょっとあれかもしれないですけど、全然そういう意見が来て当然だと思いますし、自分もそんな意見が来るんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、そしたらこう蓋を開けてみたらと言いますか、親がそんなような感じ でまあこれいくつか理由がありまして、うちの母親はもともとキャビンアテンダントで働いていたっていうこともあって、英語をめっちゃ喋れるんですよっていうのもあって、であとは、国際線も飛んでいましたので、アメリカが、そのむちゃくちゃ遠い存在ではないと言いますか、やっぱりうちの母親世代とかになってくると、アメリカって言っただけでちょっと怖いとか遠い存在みたいな感じに思うかもしれないんですけど、うちの母親とかうちの家族はもう全然アメリカ別に飛行機乗ればすぐ行けるよね、で別に全然英語さえできれば全然楽しいし、お母さんはそのアメリカの文化とかその食とか全然好きだしっていうので、もうそういうような感じだったんですよ。で自分もなんかそこでスイッチが入ったのかわかんないんですけど、あじゃあちょっとアメリカの大学調べてみよう、でただもう数も多すぎてわからないっていうので、ちょっとこう本当に多分検索エンジンで言うとアメリカ映像大学みたいな感じで調べたら、たまたま、今の私がその使ってる留学エージェントっていうんですかね、留学、教育機関の NCN 米国大学機構っていうところにヒットして、で本当に運よく札幌で、説明会があるっていうのがもう本当その次の月ぐらいだったのかな、初めぐらいだったのかな、もうなんかめちゃめちゃいいタイミングでそれを調べて、で親もそしたらもうそれ行けないよって絶対行った方がいいんじゃないみたいな、聞くだけは全然無料だし全然行きないよっていうので、で親と確かその時2人で行ったのかな、でいろいろ話聞いて、もうなんか本当熱が入ったというか、もうあここだって自分の中で、あもうここしかないなみたいな感じで、で親に言ったら全然もういやそのやるお前がやるお前がっていう感じじゃないけど、全然やるんだったらいいよって、お金出すし全然いいよっていうので、トントントンと進んで、まあこのネブラスカ大学側に行こうっていうところに来ることになったっていうような感じですかね。まず私のそのちょっと長くなりましたけど、私の過去といいますか、それで言うと、でまあ、この次のセクションというかこの現在のことをちょっと説明しますと、それで、私このネブラスカ大学カーニー校というところに来ることになりなって、こっちに渡米してきたのが2017年の5月ですねに来て、最初は、ジャーナリズム学っていうのかな、ジャーナリズム&マスコミュニケーションっていうのと、あとはマルチメディア
というこの2つを、ダブルメジャーっていうんですけれども、アメリカではこの専攻を2つ取ったりとか、あと専攻以外にもマイナーと呼ばれる副専攻、副学部みたいな感じの、ものがあるんですけど、それを取ったりとかっていうことができたりとかするんですけど、私はそのダブルメジャーという、2つの専攻を取るっていう形で最初は来て、でまあ最初はそのトーフルっていう試験を合格できないとその大学に入れないっていうので、それをまあ死に物狂いで勉強して、まあ、そこら辺はちょっとあの省略割愛しますけど、でそれで受かって、じゃあ大学入っていろいろこうやっていくって中で、ジャーナリズム、マルチメディアの方は、どちらかというと、映像系だったりアニメーションだったり、あとは広告のこととかそういうことも勉強するような感じで、ちょっと自分に合ってるなっていうふうに思ったんですけど、ジャーナリズムに関しましては、やっぱりもうゴリゴリジャーナリズムといいますか、もうやっぱりライティングがメインで記事を書くっていうのがメインなんですけど、あの私、めちゃくちゃ国語苦手なんですよ国語、現代文、古典、漢文、この辺ですね。だからマジで無理で、本当小学生の頃から苦手だったんですよ、これは。もう諦めてて、ここら辺は。でも、作文とかもわけわかんないですし、その国語の点数、だから高校の時は、1年の前期期末で、現代文で2点、100点満点で2点を取りましたし、高校2年の休み明けテストだっけな、で100点満点のテストで1点を取ったことがあります。カタカナのおっていう記号問題があってました。それで1点をもらったことがあります。はい、っていうぐらい、あの本当にできなくて、現代文とかになりますと、その例えば作者のここの文の、意味を答えなさいとか、この時の作者の気持ちを答えなさいとか、もうわけわかんないんで、そんな作者の気持ちなんかわかるわけないんでっていう感じで、でよくそのイラッとしたコメントというか、先生の言葉、もうこれを言ってくる先生もでっきりだったんですけど、なんでそのコースケも何も書かんのって、書けやって、そのじゃあセンターでもそうすんのかと、そのなんかセンターっていうか、その2次か、センターはあれ、センターそうだよね、うん、とか、うんと、でもうその何でもいいから書けやって、書かなかったら点数もらえんぞって、書いたら何かしら点数もらえるかもしれないんだから、何でもいいから書けやって結構言われてたしたんですよ、先生に。まあもうごもっともだな、ごもっともだなとは思うんですけど、あの何でもいいから書けやって、その何でもいいが分かれや、こっちだって書いてるんですよあのその何でもいいすら分かんないんですよ、私からするとっていうぐらい、もう国語苦手で作文とかもできないんですよ。で国語の作文ができないのに英語の作文なんかできるわけないんですよ。でしかも、あのそのジャーナリズムの、英作って、もう普通の英語の作文ともう、全く違うんですよ。マジで180度違うって言ってもいいぐらい文法というか、その作り方が違うんですよ。で、あ、俺もう絶対無理だって思って、映像系につながる、学部に変えようかなって。アメリカはその専攻を変えるのめちゃくちゃ簡単なんですよ。で、マルチメディアそのままにして、ジャーナリズムをシアターに変えたんですよね。舞台芸術に変えまして、そのシアターの中のアクティングではなく、この踊ったりする方ではなく、プロダクション&デザインエンファシスという、ライティングの勉強であったり、音の編集だったりとか、コスチュームだったりとか、そういうようなことを勉強しようと思って、そしたらそれはまあ映画につながるだろうなっていうので、じゃあそこら辺を勉強しようっていうので、ダブルメジャーにしたして、さらに、もうちょっと細かいこと勉強したいなっていうので、フォトグラフィーマイナー、まあ写真学、写真副学部みたいなのと、あとは、サウンドレコーディングテクノロジーという、まあ音響学部って感じですかね、のこのマイナーを取ってますので、私は今ダブルメジャーでダブルマイナーを取っております。これちょっと日本の大学生からしますとちょっと分かりづらいことかもしれないんですけども、まあ、アメリカの大学でも、私ダブルメジャーでダブルマイナーだって言ったら、ちょっとっていうか、ちょっと惹かれます。惹かれるというか、すごっ、お前マジでみたいな感じの反応をされます。なぜかというと、まあそれだけあの卒業単数が増えるんで、めちゃくちゃ時間かかるっていうのと、あと履修大変だったりするんで、はい、あの普通の人はしないです。だいたいダブルメジャーか、いてダブルメジャーと一つマイナー、もしくは一つのメジャーと、トリプルマイナー、多くてそんな感じですね。ダブルメジャー、ダブルマイナーは私も聞いたことがないです。アメリカ人でも聞いたことないです。はい、で私は今それを取ってるような状況になります。はい、でまあ勉強面で言うとそんな感じですね。でアメリカは課外活動、就職だったりするときに結構この課外活動っていうのを重視されたりするんですけど、この課外活動の面で言いますと、2018年に JAC
ック JAK ジャパニーズアソシエーションアットカーニーという、まあ、日本人の団体ですねに、まあ、パブリックリレーション PR 広告班というか広告として、入りまして、今もまだやってて、ちょうどまだ今3年目になってるんですけど、まあ日本文化の発信であったりとか、そういったことに重きを置いている、団体に入って、でそこでちょっとこう学生団体の構図というか、そういうのを学んだ後に、じゃあもうちょっと違うところに入りたいなと、でコミュニティも伸ばしたいなって、広げたいなっていうので、ISA インターナショナルスチューデントアソシエーションという留学生団体、この日本人団体のこの留学生版といいますか、この留学生の異文化を発信したり、する団体ですね。まあインターナショナルフードフェスティバルっていうのが一番大きくて、毎年その2000人ぐらいの、お客さんが来たりするような大きいイベントの企画運営とかしたりとかをするのがこの ISA っていう団体で、でこの2つに入って、この2つに入るとどういうことが起きるかというと、留学生の人はもう大体わかるんですよそのインターナショナルスチューデントの顔と名前と、まあ顔と名前わかんなくても、名前が分かんなくても、あの子ね、あの子ねって顔だけは分かったりとかして、もう大体こうもう、留学生の子は全員分かったりとか、逆に留学生の子も、あの人 ISA の人でね、みたいな感じになったんですよ、その時点で。で、自分的には、もう、アメリカに来た段階で、日本人や、アジア人、とかっていうこのネームバリューといいますか、これで戦わないっていう風に決めてたんですよ。吉井康介っていう自分の名前を武器にして戦いたいっていう風に思ってて、でやっぱりこの留学生の中でこう地位というか、この活動をするっていうのはもちろん大事なことっていうのは分かってるんですけど、やっぱりこのアメリカ人の団体というか、アメリカ人のコミュニティに入らないと、英語力も伸びないし、もしアメリカで就職するってなった時にもう使い物にならないなっていうのも分かってたんで、じゃあこのアメリカ人の団体に入ろうみたいなってなった時に、もう漠然とフラタニティとソロリティって何なんだろうなと、もう名前だけは聞いていて、アメリカのコミュニティというかアメリカ独自の文化である団体っていうのは分かってたんですけど、どんなものかっていうのが自分分かってなくて、だったら入った方がもう分かりやすいなって、もう基本的にもう私後先考えないんで、行動するとき、あとここ入った後にお金がじゃあこれだけかかってとか、入るまでにこれがあってとかっていうの全く考えないんですよ、基本的に。まあ後先考えずに行動して後から後悔するっていうパターンなんですよ。まあその行動しないで後悔するっていうよりかはまだいいかなとは毎回思うんですけど、それで、フラタニティもじゃあ入ってみようか、挑戦してみようっていうので挑戦して、シグマラムダベータインターナショナルフラタニティインコーポレイティルっていうところに、所属することになりました。まあこの、フラタニティに関してはまた今度ちょっと別に話したいと思います。これだけでもう一本取れますんで、ポッドキャストもうむちゃくちゃ長いんで、これはまあ入るまでにまあむちゃくちゃ厳しいっていうことがあって、まあ結局そこには入れたんですけど、ちょっとまあ団体だけでまず言いますと、そのシグマラムダベータで、その後にフラタニティってアメリカ、フラタニティソロリティっていうのはアメリカの大学内でものすごい力を持ってる団体になってきまして、フラタニティに入ると他のフラタニティソロリティのことも分かりますし、アメリカ大学内のほとんどと言っても過言ではないぐらい、この大学内の学生団体の構図というか、その組織図が見えてくるわけですよ。で本当に見えてきて、でそれで活動してるうちに、ある人から声をかけられまして、違うフラタニティの子なんですけど、次の年にスチューデントガバメントやるんだけど興味ないかっていう風に話をかけられまして、これはまあちょっとバイトの兼ね合いもあったりとかもするんで、それはちょっとまた後で話すんですけど、スチューデントガバメントっていうのは生徒会ですね、いわゆる。この生徒会に、俺ら挑戦したいんだけどっていう風に、だから生徒会長と副会長に立候補したいっていう人から、私に声をかけられまして、俺らやろうと思ってんだけど、もし興味あるんだったら一緒にちょっとやらないかっていう風に声をかけられまして、で自分も、その年ではないなと、もうその1年だからもう2年後に自分は挑戦したいなっていう風に心の中で思ってたんですけど、そういう風にこうチャンスをいただけたというか、チャンスをもらえたんで、ああだったらやってやるわっていうのと、あと
その生徒会長と副会長の、考えというかあれは、UNK、 この私の通ってる大学 UNK っていうんですけど、ここは、今はもう結構減ってきたりするんですけど、約400人から500人の留学生がいるんですよ。で、学校内を見てもやっぱりすぐアジア人、いわゆる韓国人、中国人、日本人の顔がいますし、他のヨーロッパの子だったりとかもたくさんいるんですよ。で、このスチューデント側の生徒会で、当選するにはインターナショナルの票が必要だっていうのに目をつけて、でインターナショナルで一番こう力を持ってるというか、顔が知れていて学校内でいろいろ活動しているっていうところで自分にちょっと 声をかけられまして、それで、まあ選挙活動をした後に、見事私たちの、まあ、キャビネットっていうんですけど、グループが当選しまして、今私はスクレタリーオブトレジャリーといって、なんだ会計長っていう感じなんですかねを、アメリカの大学でしております。はい。ね、そんな感じには見えないですよね、多分。はい。まあでも一応そういう風にやっております。はい。学生団体で言うとそんな感じですかね。で、あともう一個、バイト、をちょっと話そうかなっていう風に思います。今のこの現在っていうセクションでは。バイトで言いますと、私一番最初にアメリカ内で始めたバイトが、いつだれ2019年の夏ですね、5月から始めたグラウンズキーパーっていう仕事が、一番最初のバイトになりますね。でこれ、人生で初めてのバイトにもなるんですよ。グラウンズキーパーっていうのは、日本語に訳すとちょっと分かんないんですけど、学校内のキャンパス中の、草刈り、や芝刈り、あと木を切ってガーデニングをしたりゴミを拾ったり、あと卒業式だったり外で何かしらのイベントをやるときの、会場の設営や片付けの手伝いをするっていうバイトを始めまして、まあその、先輩が日本人の先輩がそこで働いていたっていうのはありますし、夏に働けるバイトっていうのを探したときにそれがいいかなっていう風ので、入りました。でまあそれはもう今も続けて、一回ちょっと途中で辞めたりとかもあるんですけど今も続けています。はい。で、まあ、この将来に関係するといいますか、自分のこのやりたいことに関係するところで言うと、2019年の1月から、1年半働いていたのが、学校、UNK の学校新聞の、写真カメラマンとして、1年半働いていました。アンテロープニュースペーパーという、新聞なんですけど、その新聞の写真を担当しており、記者、ライターですねから、例えばこのイベントを取材したいんだけどとか言われたら、このイベント撮ってくんないっていうふうに言われたら自分がそこのイベントに行って写真を撮るっていうような感じで、仕事をしておりました。一応時給10ドルっていうような感じでイベントに出た分の時給が出るっていうような感じだったんですけど、全く割には合わなかったですまあ経験になったし、まあいいかなとは思ってるんですけど割には合わないです。編集の時間も、お金は出ないですし、タックスで1ドル引かれるんで時給は9ドルだから980円とかそんなもんかなっていうような感じで、割にはあんまり合わなかったです。はい。でまあそこの1年半働いて、2019年の違うな、2020年の、夏休み5月から、8月ぐらいまでの間にまた別のカメラマンとして、働いていました、学校内で。それは、インテリアデザインという、学部があるんですけど、そこの専攻の、生徒が作った、プロジェクトがもう山積みになっていて、そのなんか、いろんな家の中のデザインをしたりとかっていうようなのを、実際にあの作ったりするんで段ボールで作ったりとかするんですけど、それがもうたくさん、山積みになっていて、もう収納できるスペースがないから、データとして欲しいっていうので、写真を撮って欲しい、でテストだったりとかそういったものは全部スキャンして欲しいっていうので、働いていました。それはもう3ヶ月ぐらいの短期のバイトっていうような感じでしたね。で、その後に2020年の、8月から始まったのが、インターンシップとして、UNK のコミュニケーション&マーケティングというところで、大学のウェブサイトと Facebook 用の、写真を撮る、カメラマンとしてインターンシップとして働き始めました。これが多分自分の中で一番大きくて、経験としてはそうですね、むちゃくちゃでかい経験です。今もやっていて次のセメスターも続けようかなっていうふうには思ってるんですけど、
やっております。で、2020年の10月8月からこのインターンを始めたんですけど、別の、インターンシップ2020年の10月ぐらいから別のインターンシップが、始まりまして、これはまあ、大学内ではないんですけど大学の外になるんですけど、シリコンプレイリーセンターっていうところで、まあ、映画関係のお手伝いっていうような感じですかね。でインターンシップ生として今働いております。はい、こんだけ言えばもう分かったかな、自分のことは多分過去も言って現在も言いました。こんな感じです。とりあえず多分大丈夫だよな、分かってください。で、はい、私のまあこう未来といいますか将来、はどんなことしたいのかっていうこの目標といいますか、それで言いますと、今はフォトグラファーとして働いてるんですけれども、このフォトグラファーとして働いてる理由は、まあ、単に写真撮るの好きっていうのもあるんですけど、やっぱ映像で将来は仕事したいっていうことを考えますと、映像のやっぱ基礎は、写真の連続性というのと、あと音楽、まあ、音楽というか正確には音ですね、の、このつながりによって映像が生まれるっていうのもあって、この映像の基礎である写真を学びたいっていうこともあって今このフォトグラファーとして、働いてい、いたんですけど、結構もうこのフォトグラファーが楽しくて楽しくて仕方なくて、今結構映像よりもちょっと力を入れておりまして、近い将来で言いますと、ここ本当 2,3 年後の先の将来で言いますと、スポーツフォトグラファーとしてちょっと働きたいなっていうふうに思ってまして、でアメリカの4大リーグとかで、バスケ、野球、アイスホッケー、フットボールか、アメフトですね、とかのこの4大リーグとかで、スポーツフォトグラファーとして働けたら最高だなとか、ちょっと思っております。ただやっぱりその写真がやっぱ自分の中でゴールではなく、最後はやっぱり映画の、編集や、撮影に携われたらなっていうふうに思います。でこれもアメリカの映画で日本の映画ではなくてっていうのが自分の中で、まあ、最低条件というかこの条件で今ちょっと頑張っております。日本の映画が別に嫌いとかっていうわけ、まあ、嫌いな部分もありますけどっていうよりかやっぱアメリカの映画が好きで、日本の映画のちょっと一番嫌いなところというかあれがもうあの音がちっちゃいんですよね。あの全体的に音がちっちゃくて、あのテレビで見たりするときにボリューム上げて、であのちょっと音がでかくなったりするともう本当耳壊れんじゃないかってくらい薄さくて、あの音のバランスがぐちゃぐちゃなのが本当日本の映画のちょっと嫌いなところで、でそれに比べてやっぱアメリカの映画、全然そんなところもないですし、まあ、やっぱその金のかけ方がやっぱ違うっていうのもあるんで、アメリカの、映画関係の会社で働けたらなっていうふうに思います。はい、まあ将来で言うとそんな感じですかね。あんまり詳しくはというか、まだちょっと大学生活もありますし今後のこともあるんでちょっとまだ、はっきりとは決まってないんですけれども、一応私の将来はこんな感じになっております。はい、でもう結構喋ったんですけど、最後に、2020年のこの振り返りと、2021年の目標をちょっと話して終わろうかなっていうふうに思います。はい、2020年はまあいろいろありましたね、本当に本当に暗いニュースばっかだったと思うんですけど、基本的にやっぱりこの一番大きいのがコロナっていうのが出てくると思うんですけど、まあ私も影響を受けたは受けたっていうのもあるんですけれども、やっぱりネブラスカ州っていうのはもうむちゃくちゃ田舎っていうのもありますし、その中のカーニーという本当小さな町っていうこともありましたので、他のアメリカの留学している友達、例えば、カリフォルニアに留学している友達とかニューヨークにいる、まあ、春樹さんですねとかの話を聞いておりますと、もう本当になんかひどいんで聞いてると、もう本当地獄のようなもう光景というかそんなのが広がってたりとかっていう話聞くんですけど、私の場合は私の大学で言いますと2020年の3月にもロックダウンと言いますか、完全にクラスがなくなってインクラスが全てオンラインに移行して、っていうような感じになって、で私グラウンズキーパーその芝刈りの仕事をしてたんですけど、まあ夏に関しましてはまあそんなになんですけど、冬に関しましてはグラウンズキーパーの人たちって学校内の除雪雪かきの仕事をするんですよっていうこともありまして、グラウンズキーパーの人たちが働かないと学校 UNK 内の教授であったりとかスタッフとかって学校に来れないんですよ。学校の中に車止めたりとか学校の中歩いたりすることできないんですよっていうこともありまして、あのコロナでロックダウン中私毎日働いてたんですよだから夏とかは
セメスター中は、パートタイムで 19.5 時間、夏の間はパートタイムで40時間週にフルで働けるんですよ。だから夏に関しましてはマジで40時間、だから1日8時間朝6時から、お昼の2時半までマジで毎日働いてたんですよ。で、まあ、グランズキーパー外仕事っていうのもありますし、人とそんな会わないから、その特にそのコロナっていうあれもなかったですし、そのグランズキーパーの仕事が終わる、だから2時半以降ですね、別にもともと私そんな外出てなかったんですよ。家の中でなんかいろいろやったりとか、動画やったりとか、なんかパソコンいじったりとかっていうのをしてましたんで、あとまあ授業取ってたっていうのが一番大きいですね、とかっていうのをやってたんで、マジでそのなんか、夏終わりまでは特にコロナっていうのをマジで全く意識してなかったんですよ。で、夏が終わって2020年の秋ですね、8月から普通にクラス始まったんですけど、私の学校は普通にインクラスと言いますか、あのフェイストゥーフェイスの、あの普通の対面式の授業が全然普通にある学校なんですよ。その都会に行ったりするともう全部オンラインとかっていうのが当たり前だったりするんですけど、私のところは、結構そのオンラインに移行していたりとか、そういうふうにどんどん移動はしてるんですけど、別にあの対面式の授業も普通にありましたし、インターンシップも始まりましたし、っていうような感じで、私からするとそんななんかむちゃくちゃ劇的にもうなんか生活が180度変わったっていうような感じではないんですよね、私からすると。だからそのコロナかかったやつが何言ってんだって話なんですけど、私まあコロナかかっ一回かかったんですけど、かかった人間が何言ってんだよって話なんですけど、本当にそのなんか日本人がやっぱ思ってるような感じだったりとか、都会、アメリカの都会でこうコロナって言って、本当にもうこの生きて、この仕事ができなくて、生活できなくなって、本当に生きていくのがやっとっていうような生活では私はあんまりなくてですね。で、まあ、本当にでもやっぱこの一段コロナがやっぱ一番大きくて、自分の中、まあ、自分的に言うと、まあ、新しくカメラを買って、で仕事が本格的に始まって、インターンももらえて、結構その、自分の何ですかね、今後のキャリアとしては結構こういい、いい経験をさせてもらった1年ではありますけど、このやっぱ社会で見ますとこのコロナっていうのも大きいですし、アメリカは5月に、黒人のジョージ・フロイドさんっていう方が、白人の警察官によって、まあ、殺されてしまうっていう事件があって、それによってアメリカでは結構コロナ禍でのデモがあって、それがかなり大きなニュースになったのが今年の夏ですね。あれでも結構前になりますね。とか、コロナ禍で結構今年は多分あれですよね、有名人、芸能人の方で自殺された方が結構いて、自分はやっぱ三浦春馬さんが一番ショックで、三浦春馬さん、あと、わー出てこない、ブラッディーマンデーに出てたもう一人の女の人、いや、あともう一人全く出てこない名前が、結構こう自殺された方がいたりとか、あとあれですね、木村花さんが多分一番最初の方にあったのかな、その木村花さんと、ジョージ・フロイドさんが結構こう続いてというか、そんなような感じで事件、このニュースになってて、やっぱこの1年はもうずっと暗いニュースが多かったっていうような感じですね。私もこのコロナがなかったらこの夏もしくはこの冬にちょっと日本に帰ろうかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、このコロナの関係があってちょっとまあこっちに残ってるっていうような状況です。はい、個人的にはそんななんかむちゃくちゃ生活が変わったっていうような感じの1年ではなかったですね。キャリアとしては結構得られるものがあったので、すごいいい、まあいい1年っていう言い方もあれですけど、まあ自分の中では良い年だったのかなっていうふうに思います。はい、で、2021年の目標ですねは、とりあえず今やってるインターンシップを引き続きやって、得れるものも全部得ようかなっていうふうに思ってまして、で、とりあえず学生団体に関しましても基本的に結構やめようかなと、フラタニティ以外はもう全部やめて、ちょっと自分の時間を作りたいなと、本当にやっぱ学生団体こういろいろ入ってるともう本当毎日ミーティングとかで自分の時間全く取れなくて、 YouTube 上げるのも本当やっとる、最近ちょっと上げれてないんですけど、結構もういっぱいいっぱい でやりたいこともできなくて、結構もう生活がもうぐっちゃぐちゃになってますんで、そこら辺はやめて、今ちょっと一つ自分の中で計画してって、今ちょっと少しずつ水面下で動いてるんですけど、ちょっとフォトブックを、作って UNK に売り込むといいますか、 UNK のため、そしてカーニーのためになる、フォトブックをちょっと作りたいなっていうふうな思ってまして、それをちょっと今進めてるっていうのと、
そうですね、インターンシップを引き続きやるのこの2つですかね、大きな目標で言うと。あと夏に、一般企業、例えば新聞会社だったり映画関係のところからインターンシップをもらえるようにちょっといろいろアプライをしようかなっていうのと、来年ってかもうすぐですけど、2021年の秋攻めから違うちょっとインターンシップであったりとか仕事をちょっと大学内で探したりとか、ちょっと今 目星つけてるのがありますので、それこら辺を挑戦したりとかして、ちょっとその、お金を稼ぐ年といいますか、お金やこの自分のキャリアについて考えるために自分の時間を作れるような一年にしたいですね。今年はつか来年はですね、まだ今年終わってないんで、はい、っていうような感じですね。はい、今もう結構そうですね、いい感じの時間になったので、今回はこんな感じで終わろうかなっていうふうに思います。そしたら、あ、違う、はい、こうですね。はい、こんな感じで、そしたら今回は終わりたいと思います。エピソード6ですね、今回は。今後といいますか、1月の最初の週からちょっと、ゲストを呼んで一緒に撮っていきたいなというふうに思います。多分一発目のゲストはちょっとまだ何にも話してないんで OK もらえるか分かんないんですけど、UNK 内にいる日本人の、女性の方が一人いまして、普通に生徒なんですけれども仲良くて、その人とちょっとそのフラタニティソロリティ関係の話をしたりとか、その人が、ちょっとなんかこう上から言うようってすごい申し訳ないんですけど、もう大学内でこういろいろ活動しておりまして、あ、すごいなというふうに思いますので、そこら辺の話をちょっと聞けたらなっていうふうに思いますので、ちょっとコンタクト取って来週、取って流せたらなというふうに思います。でその次の週からは、ちょっとエビエーション、UNK は航空学がすごい有名ですので、このエビエーション関係の人を呼んで、話したりとか、あとは、ロサンゼルスじゃねえや、カリフォルニアか、カリフォルニア州に、小学校からの幼なじみが一人、留学してますので、そいつとちょっと電話していろいろ話したりとかしようかなっていうふうに思っております。はい、ということで、あ、ごめんなさいというような感じで、今回はエピソード6、私のちょっと自己紹介というかそんな感じの回になりました。はい、それでは次回の動画で楽しみにして、あ、何、次回の次回の動画を楽しみにして待っていてください。はい、皆さん、いい年明けを過ごしてください。それでは皆さん、さようなら。So we make this history, right?